皆さん、改めましておはようございます。ただいま議長のお許しを賜りましたので、通告に基づいて総括方式にて2点の質問をさせていただきます。質問に入る前に一言。早12月に入り、今年も残すところわずかとなりました。今年の初旬から大寒波の到来、春過ぎには集中豪雨、夏には猛暑、秋には台風地震と停電災害など多々ございました。これらの災害により亡くなられました方々にはご冥福をお祈りするとともに、被災されました方々には心よりお見舞いを申し上げたいと存じます。また政治経済面におきましても、予想外の激動の年でございました。アメリカのトランプ大統領の中間選挙も波乱の中で維持が決定し、中国も一強体制でさらに権力集中の加速が図られています。我が国においても安倍総理大臣の続投も決まりました。また将来計画として東京オリンピック、琵琶湖国体も控えており、さらに2025年には大阪万博も決まりました。こういった背景のもとに、来年は年号も変わります。安全安心で平和な夜であるとともに、森山氏のさらなる進化を願い、質問に入らせていただきます。1点目の質問ですが、自然災害による危機管理体制についてでございます。平成30年度に入りまして、西日本では長期の集中豪雨による土石流や洪水災害、夏になればかつて経験のない命に関わる猛暑の連続、台風では21号、24号と瞬間最大風速60メーター毎秒以上の強風で駐車中のワゴン車が木の葉のように転倒する様は、自然の威力にびっくりでした。さらに強風と気圧の低下により、関西空港の海水位上昇による滑走路の水没で空港閉鎖、秋に入り大阪、北海道の地震と長期の停電、ライフラインの全面ストップ等々、異常気象による自然災害の恐ろしさを痛感いたしました。我が森山市において琵琶湖を含めて面積は約 55.7 平方キロメーター、高低差約22メーターとコンパクトな町で、山もなく暴れ川だった旧安川も改修されて比較的安定しております。したがって被害の少ない町だと言われていますが、いざという時に備えて役立つ制度や連携訓練が必要だと考えます。ですから毎年8月に総合防災訓練が開催されています。住民と地域団体および防災関係者一体となって、被害の軽減とその復旧について迅速に対応できるように訓練が実施されており、その訓練体制といたしましては、災害時における森山市職員初動体制に基づき、避難所開設を行う健康福祉政策班や、救護所を開設し、救護を行う健やか生活班、また建築物緊急件の判断を行う建築班、水道復旧を行う上下水道事業班など、各班の分担任務に沿った訓練が行われております。また実施訓練におきましては、自助、共助、公助の連携と防災体制の強化を図るため、新たな取り組みとして、避難行動要支援者名簿を活用し、避難行動要支援者支援訓練に学民の皆様方も参加しての訓練となり、的を得た総合訓練となっており、高く評価しております。そこで質問に入りますが、総合訓練はすべて
計画書に基づき、関係組織や本人にタイムスケジュールも含めて周知されての訓練ですから、計画通り進んで当たり前です。このマニュアル通りの訓練を繰り返し、熟知して、いざというときに瞬時に応用行動をすることを狙いとすることは十分に承知しているところでございますが、突発時の訓練も時には必要かと考えます。現実災害を考えてみますと、日没後や日の出前の夜間でも災害は発生いたします。ですから今後の防災訓練においては、一つ目にはシナリオレス、いわゆるストーリーのない訓練も必要かとないかと思っております。また夜間訓練はリスクも大きく困難であるかと思いますが、企画して昼夜を超えた訓練も重要と考えます。災害に強いまちづくり実現のため、枠を超えた特別訓練も必要と考えますが、お考えをお尋ねいたします。二つ目の質問ですが、自治会での防災訓練においては、まず自助と共助を主とした訓練を狙いとして実施してきました。自助としては自分の命、また家族内の安全は自分で守ることをしっかりと持続して行動することが最重要だと考えます。話は変わりますが、先月、丸亀市に、川西地区ですが、視察研修に行ってまいりました。その中で、防災班での準備として、共助については、隣近所の方々の健康状態や日常情報を常に知っておくこと、さらには、自分の避難途中において、近隣の住民の危機を助けるべく、家具や柱の下敷きになっていた後、場合は、手こぼ、またジャッキ、こんなもので、共助することが必要です。したがって、防災班には、手こ、ジャッキ、必要道具など、レスキュー用具が各班ごとに備えられています。森山市においても、レスキュー用具の確保と保管場所を含め、周知が必要かと考えます。共助の立場で自治会に1セットの準備ではなく、2カ所ぐらいの防災班ごとに1カ所準備確保すべきと考えますが、当市の共助としての実態と今後のお考えをお尋ねいたします。次の3つ目の質問ですが、今年の21号台風のように午前中平穏な天気でございましたが、午後から急に曇り、風が強くなり、豪雨と強風で被害をもたらしました。避難行動要支援者は身体の不自由もあり、行動がスロー、もしくは危機感を理解しがたい方もおられます。午後になっても防災予防行動ができずに、2階の窓や今を開放したまま放置等の課題もあったと、そういった声を聞きます。防災訓練では訓練としての計画書のマニュアル通り行いますが、日常生活の中では個人的にテレビ等での情報のみでは理解行動できない方がおられます。そこで避難指示前の対応についてのどのような避難行動要支援者への支援の仕組みが必要か、事前のタイムスケジュール、支援体制についてお考えをお尋ねいたします。四つ目の質問ですが、地震や超大型台風等により、北海道をはじめ各地で長期停電が発生しております。広域停電すれば、水道、下水も含めてライフラインがストップいたします。人間の生命に関わります。水道やトイレが使えなければ大変です。万一火災でも発生すれば、消火栓が使えません。大ピンチとなります。地震、台風などの自然災害や
事故等による長期停電が発生した場合は大混乱です。このような危機は森山市でも考えられます。危機管理としてその停電対策について現状と今後の方策についてお考えをお尋ねいたします。5つ目の質問ですが、防災活動の成否が決まるのはいかに多くの若者が参加してくるかによると言っても過言ではないと言われております。中学生はもちろん高校生や大学生などの参画を促すため、防災訓練に学校側にお願いして、まず高校生も参加するようにすべきと考えますが、お考えをお尋ねいたします。以上について危機管理局長にお尋ねいたします。次に大きな2点目の質問に入ります。新たな歴史資源を生かす取り組みについてでございます。新たな歴史資源を生かす取り組みについては、地域づくりにおける歴史資源の位置づけの明確化が必要で、歴史資源は経済効果ありきではなく、各地域においてまず持続可能な地域づくりを検討する必要があります。その中で歴史資源の生かし方や位置づけについて明確にすることによって、森山市の信仰や考え方やスタンスもネガティブインパクトへの対応方策、またコミュニティに対する歴史資源の影響が位置づけられます。このように位置づけが明確になれば、住民の参画、交流機会の創出にて、地域住民のおもてなしの心、歴史資源を生かす観光振興の必要の認識が生まれてきます。現実の森山市では、歴史的文化財の王将や諏訪屋敷や宇野家のように、一般に開放された歴史施設としてよみがえった資源や、また平成30年11月に新築オープンされた森山市立図書館内に、戦国武将として活躍された金森長近公の紹介コーナーも設定されて広報されています。さらに森山市の歴史的偉人と言われます方には、戦国武将の立入宗次公や、幕末に活躍した古高俊太郎公など、多くの方々がおられます。このようにまだまだ市内に未発表な歴史が存在したり、郷土の偉人が掘り下げられて研究される機会が少なく、眠っている歴史が存在する可能性がたくさんあるように思われます。近年、地域の伝承も現代間、世代間交流が少なくなってきております。来年は年号が変更されることが決まっており、時代の流れとともに忘れされてしまうような危険性があります。そういった中、時代の流れによる大きな情報としての話でございますが、NHK 放送大河ドラマが地域経済に与える経済効果は、観光施設、道路整備、案内板の設置、博覧会場の設置などの公共施設に加え、観光施設の利用、交通、宿泊、飲食の購入などの多岐にわたる観光客の消費をはじめとする民間消費もあります。さらに、これらの公共投資、民間投資が及ぼす生産誘発効果も大きく、地域振興も大きいと考えられます。そこで、今回、2020年、NHK 放送の大河ドラマ、麒麟が来ると題した明智光秀公の中心とされた計画の中で、明智光秀のご宿老の一人であります、藤田伝吾行政公、藤田一族の菩提寺が、森山市瑞穂町内の観音寺にて
供養されています。そういったことから観音寺内で藤田伝合実行委員会が発足されて活動されています。その内容は森山市商工観光課、早野会館、知事会長、地元有志、滋賀ロケーションオフィスなどに明智光秀公、御宿老藤田伝合一族ゆかりの寺についてとの冊子、それから藤田伝合公についての解説文と写真などが広報として案内配布されていますが、森山市内の方はまだほとんどご存じないようでございます。地域歴史をもっと広く子どもたちや多くの市民に知っていただきたい新しい地域資源を生かすチャンスだと考えます。そこで質問でございますが、市内の寺社、古民家など市民の歴史的資源の保存活用、さらにはまちづくり活性化の起爆剤につなげていくために、まず未発表史を調査、発掘、活性化へと好循環すべきと考えますが、歴史的資源の活用として、現状と今後の考え方についてお尋ねいたします。次の質問ですが、森山市金ヶ森町とゆかりの深い金森長近校は、歴史的偉人として、小津小学校などでは子どもたちに教育的に活用されていると聞きますが、今後新たな歴史的偉人が発掘された場合、教育的立場にどのように子どもたちに活用されている機会があるのか、お考えをお尋ねいたします。以上2点について教育長にお尋ねいたします。次に、歴史的資源を生かし観光振興の推進にテレビ放映や映画ロケーションの活用にて市内の魅力や観光広報をする中で大きな相乗効果が発現するものと考えますが、当市の過去の成功事例など今後の観光の展望についてお考えを都市活性化局長にお尋ねいたします。以上でございます。危機管理局長。はい、局長。はい。それでは今井議員ご質問の自然災害による危機管理体制についての1つ目、シナリオレス訓練や昼夜を超えた訓練についてお答えいたします。本市の地震災害総合訓練において、今年度初めて避難行動要支援者名簿を活用した避難行動要支援者支援訓練を実施しましたところ、高い評価をいただきありがとうございます。さて、議員ご提案のシナリオレス訓練の実施でございますが、市地震災害総合訓練では、平成28年度から緊急地震速報による一斉避難訓練をシナリオレス訓練として取り入れております。これは自治会住民に参加いただいている第一部の避難所運営訓練やクロスロード訓練、ディグ訓練などの終了間際に、緊急地震速報により参加者一人一人が瞬時に判断して避難行動を取っていただいているものです。また今年度新たな取り組みとして、森山市医療対策本部運営訓練を森山安医師会などの協力を得て滋賀県と合同で実施いたしました。全体の流れとしてのシナリオは準備いたしましたが、黒子役である県職員から指示を受けて行う情報の取得や伝達の内容などについては、市職員には知らされていない中で対応を求められるという
まさに本番さながらの訓練を行ったところでございます。訓練参加者は臨機応変な対応が求められるため、戸惑う点も多かったが、緊張感の中で実践的な訓練であると感じたとのことから、今後も想定外の災害時にも適切に対応できるようシナリオレス訓練を取り入れてまいります。次に昼夜を超えた訓練でございますが、いつ発生するかわからない災害に迅速かつ適切に対応するためには、夜間訓練の必要性もあると考えております。しかしながら他の自治体で実施されている夜間訓練の多くは、夜間の集中豪雨または地震を想定して住民への情報伝達や避難行動の実施訓練をされており、中には夜間の実施では転倒などの事故が起こる危険性があることから、避難所となる体育館に暗幕を張って停電した夜を再現した訓練を行われた自治体もございます。こうした事例を参考に、本市において夜間の訓練を実施する場合の目的や方法などを整理する中で、参加いただく住民及び関係団体の理解と協力も必要となってまいりますことから、今後研究してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、市民の皆様との共同で防災力の向上が図られますよう、さまざまな観点からより充実した訓練の実施に努めてまいります。次に2つ目、自治会におけるレスキュー用具の確保の実態と今後についてお答えいたします。6400人以上の死者、行方不明者を出した平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震によって倒壊した建物から救出され、生き延びることができた人の約9割が自力で脱出したり、家族や近所の住民などによって救出されたとのことでした。本市においては、すべての自治会で自主防災組織を結成いただいていることから、平成8年度から5年間で全自治会に対して、ジャッキやウィンチ、エンジンカッターなどのレスキュー用具を支給し、毎月第1日曜日を防火点検日として、資機材の点検や保管場所などの確認をお願いしております。また、自治連合会との共催で毎年開催しております自主防災教室では、レスキュー用具の必要性やその取り扱い方法などを学んでいただいており、自治会によっては、実際にレスキュー用具を使用した防災訓練も行われています。このような中、レスキュー用具のさらなる支給につきましては、自治会、防災施設、設備整備等補助金制度を設けておりますことから、今後もこの制度を活用して充実を図っていただければと考えております。次に3つ目、避難行動要支援者の支援体制についてお答えいたします。昨年10月に制定いたしました森山市避難行動要支援者名簿に関する条例に基づき、地域の避難支援者に情報を提供することに同意された3144名の避難行動要支援者の同意者名簿を作成し、本年5月に自治会長や民生委員、児童委員に新たに提供させていただきました。また、すべての自治会において、避難行動要支援者への支援の取り組みが進められるよう、森山市避難行動要支援者支援対策マニュアルを改訂し、6月に開催いたしました自主防災教室において、自治会長や民生委員、児童委員、自主防災組織の方々が一堂に会する中で、よりわかりやすくまとめた概要版を用いて、周知啓発を行ったところでございます。このマニュアルでは、自治会、自主防災組織が中心となって、災害時に避難行動要支援者の支援が円滑に行われるよう、日頃から地域の中でお互いがしっかりと顔の見える関係を築いていただくことが重要であると考えておりますことから、良好な関係づくりのための手順やポイントを記載しています。
また避難行動要支援者が3つの支援、情報伝達、安否確認、避難支援のどの支援を必要とされているのか、ニーズを把握し、いつ、誰がどのような手段で取り組めばよいかなど、一人一人に応じた支援の仕組み作りのためのノウハウをまとめています。今後もこうしたマニュアルを参考にしていただきながら、すべての自治会で避難行動要支援者への必要な支援の仕組み作りが一層進められるよう、積極的に地域へ出向き、しっかりと支援してまいります。次に4つ目、停電対策における現状と今後の方策についてお答えいたします。今年8月に発生し、25年ぶりに非常に強い勢力で上陸し、日本列島を縦断した台風21号は、全国各地に大きな被害をもたらしました。市内におきましては、強風による農業ハウスの倒壊や公園の倒木などの被害があり、また一部の地域においては、停電が発生し、下水道施設が停止したことから、民間事業所の協力を得て、発電機等を用いて対応いたしましたが、幸い、翌朝には電気が復旧したため、大事には至りませんでした。しかしながら、停電が広域で長期に及んだ場合は、上水道や下水道が使用できなくなり、市民生活などに大きな影響を与えることになりますことから、その対策として、まず関西電力とのホットラインなどを活用し、電力の早期復旧を要請するとともに、上水道については、備蓄飲料水や給水車による応急給水のほか、災害協定に基づく飲料水の供給により、市民の皆様に排水することとしております。下水道については、非常用発電機など、資機材や燃料の確保とともに、民間事業所の協力を得て、ポンプを稼働させることで、電気が復旧するまでの間をしのぐこととしております。今後も、大規模停電が発生した場合に、速やかに復旧できるよう、被害を最小限食い止める方策について検討してまいります。最後に5つ目、防災訓練への高校生の参加についてお答えいたします。防災活動への若者の参加につきましては、平成19年7月の新潟県中越沖地震で、柏崎市の中学生が地域の担い手として高齢者支援に貢献されたことをきっかけに、本市においては、平成20年度から自治会と教育委員会、各中学校との連携により、災害状況からどのような役割が必要かを知るために、自治会防災訓練に参加し、自分たちができることを考えることを目標とした中学生防災支援活動に取り組んでいます。平成23年の東日本大震災以降、災害における自主防災体制の充実の大切さが改めて叫ばれる中、自治会から地域防災訓練への中学生の参加を呼びかけることで、地域の安全安心を高める活動を展開され、昨年度は26自治会において延べ355人、今年度11月末現在では17自治会で延べ226名の生徒が参加しているとの報告を受けていますが、高校生の参加については把握しておりません。高校生の参加を学校側にお願いしてはとのご提案でございますが、高校によっては学校内で防災教育や防災訓練を実施されており、また学校の所在地域と連携した訓練をされているケースもあります。本市におきましては、まずは自治会への防災訓練に参加できていない中学生が今後参加するよう、教育委員会及び学校を通して促してまいりますとともに、自治会での高校生の参加実態や地域における高校生の役割等について、自治会と情報共有しながら、現在参加している中学生が進学しても、継続して参加するような仕掛け作りを
他市の事例も参考に研究してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。教育長。それではご質問の歴史資源を生かす取り組みについてお答えをいたします。まず1点目の未発表史の調査活用化の取り組みについてでございます。本書は瑞穂町観音寺所蔵で藤田一族藤田貞勝寄進の見本着色仏涅槃図を含めまして90件を超える国県市指定の文化財を有するなど豊富な歴史資源に恵まれております。こうした本市の歴史や文化につきましては昭和49年に刊行された森山志士や平成17年から18年に刊行の森山志士考古編歴史編生活民俗編などの中で調査研究が行われており広く市民の郷土学習資料となっております。ただご指摘のとおり市内には一般に知られていない歴史やその資料が存在する可能性もありますので市民の皆様から情報提供をいただく中で調査を行っていく必要性も感じているところでございます。最近では諏訪家屋敷で発見された古文書等を調査の上文化財に指定し展示等に活用している実績にありますように新たな歴史資源の発掘と活用は大切であると考えております。また近年自治会による町民誌の作成や森山まるごと活性化プランの活動によりまして地域の歴史資源を市民の皆様自らの手で掘り起こし地域の絆の醸成や活性化につなげていく取り組みが行われております。こうした地域の取り組みに対して町民誌の観光補助や資料調査、また歴史資料の保存利用を行う公文書館と連携をして情報提供を行うなど支援への取り組みを続けてまいります。歴史資源の活用は本市のまちづくりにとって大変重要と考えておりますので今後も地域の皆様方や関係機関と連携を図りながら教育や文化等に理解していきたいと考えております。次に2点目の新たな歴史的偉人を生かした子どもたちへの教育的活用についてお答えをいたします。現在大津小学校においては金ヶ森町とゆかりの深い金森長近について学ぶ機会を持ち長近の献上した高山城とゆかりのある高山市立三の小学校と交流を始めております。今年度はそれぞれの小学校において長近の歴史について学習した成果物を送り合い地域の維持について学んでいるところであります。また諸見小学校3年生の社会科の学習では森山市出身の幕末の志士古高俊太郎の勤王志士古高俊太郎碑を考古探検として訪ね地域理解の学習を進めております。さらに市内小学校6年生においては歴史学習の一環として国史跡である下呂郷史跡公園を訪れ旗織り体験や火起こし体験などの歴史を体験することを通して弥生人の知恵に触れる機会を持っております。偉人の生き方や苦悩不屈の精神などを学ぶことは子どもたちの諦めない心や互いに協力して生きていこうとする心を育むとともに、郷土を誇りに思い、郷土に貢献しようとする心を育むことが期待できます。先人への憧れや畏敬の念を育むためにも、歴史上の人物が新たに発掘された場合には、総合的な学習の時間や社会科の学習の中で、子どもたちが郷土について主体的に学ぶ姿勢を育んでまいります。以上答弁といたします。
都市活性化局長。はい、それでは新たな歴史資源を生かす取り組みについてのご質問の3点目、観光事業創生にテレビ放映、映画ロケーションなどの活用についてお答えいたします。観光振興は多くの人が本市を訪れていただくことで、飲食業や小売業などさまざまな業種へ経済効果を及ぼす総合的な施策であり、地域経済の活性化に大きな役割を果たすものと考えております。特に本市におきましては、歴史的にも文化的にも誇るべき史跡や街道、安川、琵琶湖などの水辺環境、平や比叡の眺望や田園風景などの素晴らしい景観、森山メロン、いちごなどの地域の農作物、近江妙蓮や菜の花など、四季の香りを楽しめる花など、多くの観光資源が点在していますことから、観光客の市内周遊を促進し、滞在時間の延長による消費の拡大に努めますことによりまして、一層の経済効果が及ぶものと考えております。議員仰せの歴史資源を生かしました観光振興の推進の取り組みといたしましては、森山市観光物産協会や森山市ボランティア観光ガイド協会におきまして、本年、文化庁の日本遺産にと追加登録をされました大城や諏訪屋敷、近江の献血祭り、薙刀振りの船寿司切りの神事を行われます下仁川神社、慈円寺、その他市内の名所をめぐる観光ツアー事業を行ったところでございます。また、テレビ放映、映画ロケーションなどの活用の例といたしましては、これまでから本市におけますメディア撮影が可能な場所などを市がロケーションオフィスへ随時報告するなど、各関係機関との連携を図りますことによりまして、平成27年度以降、森山宿町や宇野家、改修前の大城安脇屋敷、小津神社におきまして、バラエティ番組、ドラマ、教育系番組が収録、放送されたところでありまして、本市の歴史資源の魅力発信に大きく寄与したものと考えております。次に、歴史資源を生かしました今後の観光振興につきましては、効果的な戦略の一つは掛け合わせだと考えております。去る11月25日に、琵琶湖守山自転車新文化推進協議会によりまして実施されました第3回守市スタンプラリーでは、歴史資源などと自転車を掛け合わせることによりまして、372人もの参加者が観光スポット等を訪問し、さらには市内周遊を満喫していただきました。こうしたことから、従来からの取り組みでも行っておりましたが、今後はさらに観光スポットを単体で考えるのではなく、歴史資源×食といったように、本市が強みといたします魅力同士を掛け合わせることで、市内外に十分にアピールし、さらには関係団体と連携を図りながら、より多くの誘客を促進し、市内経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。9番、今井薫君、よろしいですか。はい、9番、今井薫君。はい、ただいまご丁寧な返答ありがとうございました。1点だけ再質問させていただきます。質問は最後の観光事業創生についてでございますが、NHK 大河ドラマ麒麟が来るが4月に発表されて以来、大津市においても観光推進協議会を設立されて本格的に活動されていると聞きます。さらに滋賀県におきましては、この12月議会において、大河ドラマ、麒麟が来るについて、観光事業の振興として、これはチャンスだという、このことを逃さずに、しっかりと振興していきたいという、強い三日月知事の返答もございました。したがって、滋賀県や大津市との連携による
守山市観光振興を他市と遅れのないようにセコリに導いていただきたいと思っておるんですが、この現状とお考えをお尋ねいたします。都市活性化局長。はい、議長。それでは、再質問、NHK 大河ドラマ麒麟がくりにつきましての、観光振興に、の推進につきましての、現状と、それに対する考えを、答弁させていただきます。2020年の NHK 大河ドラマの放送では、主人公となります明智光秀とその家臣たちが近江の地を舞台にさまざまな物語を繰り広げられるものと伺っております。この大河ドラマの放送は非常に高い発信力と誘客効果が見込まれますことから、県におきましては琵琶湖ビジターズビュー寮、市町、観光協会、そして、交通事業者など多様な主体が一丸となって大河ドラマを活用し、戦国をテーマとした観光キャンペーンを展開されようとしておりまして、今後、ますます県内への来訪者が増えるものと期待しております。こうしたことから、滋賀県への注目や関心が集まりますこの機会を生かしまして、守山市観光物産協会などと連携を図る中、例えば明智光秀とゆかりがあります、足利義昭が過ごしたと言われております、矢島御所跡、また藤田一族とゆかりのあります、先ほど、議員御所の瑞穂町の観音寺におきまして、先ほど教育長も答弁いたしましたが、涅槃図が毎年2月の涅槃絵にて限定公開されることなど、NHK 大河ドラマとゆかりのある歴史資源を含めまして、本市の恵まれた歴史資源を、軸とします、観光 PR や市内周遊ツアーなどを実施し、今後増加が見込まれます観光客が本市にも数多く来訪、そして滞在していただけますよう、詰めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。